菅本ともゆきは日本のモノマネ芸人、読売ジャイアンツの菅野智之のモノマネを持ちネタとする、東京都練馬区出身、京北商業高等学校卒業、小学生の高学年の時、父親がジャイアンツファンで、テレビでジャイアンツ戦を毎日のように見ており、本人も一緒に見ていたのがきっかけでジャイアンツファンになる、東京ドームにも一度父親に、 ジャイアンツの応援で連れて行ってもらう。小学校3年生の時に地元の少年野球チームに入ろうかと思い見学に行くが練習中の声出しにビビってしまい少年野球チームに入らずが唱団に入る。中学校では3年間バスケットボール部に所属。漫画スラムダンクが大ブームになるがバスケットボール部に入った後から読み始める。スラムダンクのおかげで バスケが上手くなったと言っていた。中学2年生からレギュラーになる。なお、チームは弱小で公式戦で2回戦進出は一度しか果たしていない。また、当時毎日辛い練習できつかったのになぜ勝てないのか嘆いていた。2002年、東京 NSC に発揮生として入学。同期に、小形隆、広、ジョイマン、スリムクラブ等。2003年4月1日、芸名へ。 我がちゃんとして、ピン芸人デビュー。交流のある、花輪のぶによると、ライブで再会を取り相談を受けた。2016年4月、吉本クリエイティブエージェンシー大賞。2017年1月1日より、菅野智之投手のモノマネ芸人になり、芸名を菅野智之へ改名。フリーで活動後、2018年5月に、SMA ニートプロジェクトへ入所。 2017年、ジャイアンツ春季宮崎キャンプ、沖縄キャンプで、菅野投手と初対面。投球フォームを披露するが、野球未経験のため、素人の投げ方で、素人じゃねえか。と、内海哲也投手、菅野投手に突っ込まれ笑ってもらうが、見せてからまた店に来い。と、さらに突っ込まれる。また、菅野投手、大竹博投手から投げ方を指導される。2018年、 ジャイアンツ春季沖縄キャンプに再度行き、投手陣の練習の休憩の時に選手にモノマネフォームを披露するが、笑いは取れず、菅野投手からもっと研究してと失託激励をされる。その後独学で菅野投手のフォームを研究して、2018年11月に特番で復活したフジテレビザ・細かすぎて伝わらないモノマネに報道ステーション スポーツコーナー熱盛りのパロディで、菅野智之投手が、クライマックスシリーズ東京ヤクルトスワローズ戦で、ノーヒットノーランを達成したシーンのモノマネで、出演する。2019年12月末日 SMA を対処する。2021年2月 SMA に復帰する。2018年雑魚まかすぎて伝わらないモノマネ。ありがとうございます。